ひのきさん、うん、またですか、ま、場所、ま、たここどこですか、ここね、デバックルーム、はい、デバックルーム、そうそう、デバックルーム、もうちょっとなんかちゃんとしたところとかなんか、うん、第3回ついに始まった電車で GO 夏祭りキャンペーン告知、今回はすべて告知できるのだろうか。はい、はい、というわけでじゃあ今回も始めてまいりましょう。はい、はい、じゃあまず前回までのおさらいです、はい、じゃあね、こんなことを、紹介してきました、はい、ん、6回目とね、はい、現在開催中、そうですね、はい、僕もねやってきてますよちゃんと。ほんの少しですね、うるせえよ半分ぐらいしか言ってないような感じ、ね、いいのいいの、はい、じゃあね、いきますよ、はい、じゃあ今週のお知らせはこの5つ、はい、まず最初、スイカミッションの夕立ち、はいはい、これね初回の放送で、まあ、8月中旬ぐらいに遊べるようになるって言ってますけど ね、 ね、はい、もう中旬過ぎましたね石原さん。え、そうですか、過ぎた、そうだったけど、そう、で、いつから遊べるの、はい、お待たせしました、うん、こちらですね、あの8月の22日から遊べるようになります、うんうん、やっとだ、はい、大変お待たせしました、待ちくたびれた、あまりにもね長すぎて、うん、多分ユーザーの皆さんもあのどんな内容なのか忘れちゃってると思うんでね、うん、ちょっと改めて尾崎さんの方から、はい、説明してもらえますかね。はい、はい、ですね、夕立ミッションは、うん、あの走る区間によって天候と乗車率が変わる、うん、難易度の高いミッションとなってます、うん、なので今まで培ってきてくれた技術をいかに発揮できるかっていうのがポイントになってくると思います、うんうんうん、じゃあ次、はいはい、山手線ぐるぐるキャンペーン、ぐるぐるキャンペーン来ました、ね、はい、前回紹介しましたけども、はいはい、今回は、はい、先にまずね、あのプレゼントキャンペーンの方の、ね、商品をご紹介したいと思います、はい、何でしたっけ、はい、まず最初はこちら、はい、じゃーん、川田さんのナノブロックです。素晴らしい、そう、山手線キャンペーンなんでね、はい、E231 系と E235 系ね、これ2つをセットにして200名も、はい、あ、200名もそう、うん、はい、お届けしたいと思います。当たりやすそうですね、はい、でもう一個、これがね、はい、もう一個のがすごい、これ、そう、素晴らしい、ザーン、あー、これは、はい、列車の旅ね、はい、そうで、これ何がすごいかというと、はい、JTB さんが協力してくれてまして、はいはい、ありがとうございます、そう、はい、専用デスクが、ね、設けられて、はい、当選者の方が、はい、その専用デスクの、まあ、ツアーコンダクターの方に相談すると、はい、まあ、その人に合った旅行の旅をアレンジで、ね、提供してくれる、素敵ですね、はい、そんな、ね、はい、豪華な景品は、10名の方に抽選で当たりますので、ね、10名様に、はいはい、ぜひ、ね、山手線ぐるぐるキャンペーン参加していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、で今日はねこっちこっち、うん、はい、戻りまして、そう、レイド企画だから、はい、そうですね、そう、3000周達成するとね、イベント称号もらえるっていうね、はい、特典なんですけどね、あの4000周決まってないからこれどうしようかなって思って、いやいやいや、決まってないからって、いやいや、ひのきさん自分でこれ入れてこれ入れてってもううるさく言ってきたじゃないですか、うん、言った言いましたよね、言った、でもさ、どうせ入ってないし、石原さんいつもさ入れてくれるって言うけどさ、はい、いつも先生入ってませんでして、はい、あ、まあね、はいはい、あるからさ、どうせ今回入ってねえなと思って、何をおっしゃいますか、どうしようか、今回はねちゃんと入れてますよね、うん、大丈夫ですよ、ロック缶ミッションの雨ですよね、そう、ロック缶ミッションの雨、はい、そう、それをお願いした、うん、間違いないですね、大丈夫です、うん、期間限定でいいんですよね、そう、期間限定、はい、おい、石原さんが言うとね、うさんくさいけど、なんで、そう、まあ、はい、大崎さんなら間違いないね、じゃあ入ってるってことで信用してますので、はいはい、じゃあ決めちゃいますね、はいはい、じゃあ4選手の、うん、達成得点はロック缶ミッションの雨を期間限定で開放します、うん、はい、開放します、はい、はい、じゃあ続いては、はい、ツイッターキャンペーン、はい、ツイッターキャンペーン、ね、ツイッターキャンペーンは中身はですね、はい、まあ、よくあるフォロー&リツイートキャンペーンなんですけども、うん、そのなんと特典がこちら、じゃーん、おー、これはそう、特急ゆふいんの森で行く豪華列車の旅、いや、素晴らしい、すごいでしょ、うん、乗ったことないです、俺もないの、自分も乗ったことないの、ね、行きたいな、これ、だから、はい、うん、リツイートしようと思って自分で自分で炎上案件ですよこれ皆さん、はい、はい、このね、はい、キャンペーンはこれ2組4名様にね、はい、当たりますので、ね、はい、はい、ぜひね、まだ電車で GO の公式アカウントをフォローしていない方はね、これを機会にぜひフォローしてこのキャンペーンに参加してもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ続いては、はい、続いて YouTuber タイアップ、はい、YouTuber タイアップ、はいね、
これはまあもうその名の通りなんですけども、はい、あの YouTuber の方と、うん、電車旅行がコラボして、うん、まあ、面白いね動画を作ってもらおうという企画なんですね。楽しそうですね、はい、で今回ねこの企画に参加していただける YouTuber の方を紹介します、はい、どうなったですか、はい、まず一つ目はこちら、うん、はい、ウマヅラビデオさん。ウマヅラビデオさん、あのオカルト動画とかでね、そうそう、はい、都市伝説系ね。そうですよね、そうそうそう、結構怖いんだけど見ちゃうんですよね、ついつい、ね、イヤホンで聞くから余計怖かった、怖ってなっちゃう、ね、そうそうそう、ね、はい、ウマヅラビデオさん、はい、そしてもう一組、もう一組、はい、じゃーん、スカイピースさん。これまた大物の YouTuber の方ですね。あのオタクとパリピのね、歌が非常に有名な、いい歌ですよね、うん、何回も聞いちゃう、うん、これね、僕あの収録実はもう立ち会ってきたんですよ。あ、そうなんですか。そう、早朝ロケだったんですけど、はい、すごく元気のよい2人で、めちゃくちゃいい人でした。あら、はい、じゃあ期待しますね。はい、はい、じゃあ続いては新路線開発情報、はい、なんで拍手しないの、こっちも盛り上げるとこじゃん、はい、そうですね、うん、そうそう、ええ、普通だとね、うん、はい、あれ、そう、さっきから気になってて、はいはい、なんか尾崎さんいるから、まあ、あれと思ったんだけど、はい、近藤さんどこ行ったの、近藤さん、近藤さん、うん、どこ行ったんですかね、近藤さん。夏休みかな。で 前回の放送で、はい、なんかね、新路線発表しようって言ったら、はいはいはい、いや大人の事情がとかって言うから、はいはい、でそれ今週までに何とかしておいてくださいねってお願いしてたんですけど、はい、 はい、なんか知ってます？まあちょっとそれがですね、うん、努力はねしたんですよ。うん、努力はしてもらわないとね。うん、はい、努力したんですけど。うん、ちょっとやっぱりね、皆さん世間、うん、夏休みでしょ、そうだそう、いかんせんね、夏休みが嘘でしょ、壁になってどうにもこうにも進まずにおります。マジで、はい、すいません。最後、我々に立ちはだかったのは大人の事情の前に夏休みだった。ヒノキ含め主要メンバーが夏休みを満喫してしまった結果、今回の告知で何を伝えればいいのかという基本的な情報共有すら怠るします。しかし、すべては夏休みのせい。告知は次回へ持ち越すことにした。ごめんなさい。引き続き電車で GO 夏祭りキャンペーン電夏よろしくお願いします。